はい。あと1分弱で始まります。ロールさん、おはようございます。今日も元気で。はい。元気です。ちょっと、あの、涼しくなってくると寂しくなってくるんですが、ちょっとその辺の話も。今日はい、ちょっと依存とか、依存症と、えー、進行について話したいと思います。よろしくお願いします。あと30秒で始まります。 はい皆さんおはようございます土曜日の朝いかがお過ごしでしょうかいわスペシャルの時間がやってまいりました今日 MC を務めます沖縄ベタニアチャーチの宮地光ですこれからの1時間、えー、イエスキリストの愛について神様の愛についてお伝えする福音放送です福音放送良い知らせグッドニュースと言いますけれども本当にイエスキリストを知ってイエスキリストを信じるようになると 人生全て変わります素晴らしい人生が待っ,てまいま待ってますからね。はい。その、えー、キリストの愛についてお伝えする放送です。えー、よろしくお願いいたします。イザヤ書、お聖書の中に、イザヤ書の中にですね、えー、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、えー、これは神様の言葉ですね。神様が、えー、私たちを見て 人間を見て言ってる言葉ですけども、私の目にはあなたは高価でたとい、私はあなたを愛している。私たちがどんな状態でもね、本当に今苦しい中にあっても、また人生がうまくいかない中にあっても、どんな状態でも神様は私たちを一人一人を愛してくださって、 そしてて大切に思っているで,できれば神様の方に目を向けてもらって神様を信じて、えー、素晴らしい人生良い人生を送ってほしいと思っていらっしゃいます、まあ、その宣言ですねですから本当に神様の目から見たらですね一人一人が特別な存在、えー、そういう意味で You are special 神様から見たらですね私たち一人一人は本当にダイヤモンドのように特別な,つつな存在ということ なんですね素晴らしいですね。えー、私なんか、えー、44歳で神様を信じましたから本当にあの神様を信じた遅咲きですけれどもね、えー、それまで本当に何、えー、んですかねうまくいかなかったです。私の場合薬物依存症ね、えー、20年薬物、えー、20代の最初の頃からねその前から飲酒も始まってましたので本当に長い間、えー、25年。 30年三十年近く、えー、アルコールと薬物で本当に人生を最後はねもう台なしにしてしまいましたねそれでも本当に神様に出会ってから、えー、まあこうしてね放送させていただいているぐらいですから、えー、まあマガも、ね、あの神様のおかげでこうやって立ち直ってきておりますので、まあ、そういう勇気ね本当に神様に従うとですね 薬物依存症であのボロボロになって最後ホームレス寸前路上生活寸前まで行きましたね住むとこもなくなってね大体いい今沖縄で放送しておりますけども沖縄にも逃げてきましたから今逃げてきてる場所でこうやってねうまくあのうまくというか立ち直っていけてこういう明るくですね放送できてる喜び本当神様のおかげですね本当にまた助けてくれ,くれた人々 に感謝ですけどもまあそういう感謝を込めてねまた、えー、人生失敗してもねあのー、やり直せるんですね、えー、そういうことを含めて神様の愛についてお伝えする番組ですはい、えー、内地の人も聞いていらっしゃると思いますので、えー、いつもね聞いてくださってる方ルドルフさん、えー、大阪の方ですけどもね 大阪は、えー、少し涼しいですが部屋の中はムシムシですということではい、えー、沖縄はムシムシまあちょっとするんですけど夏が逆にねなんかそんなにムシムシしないんですよね、うんあのー、日陰とか涼しいですしね。今日なんかはあ、まあ、あの沖縄は秋じゃないですね、まだ夏なんですね。えー、今日気温どれくらい上がるんですかね、まあ30度 ぐらいいままでは行くと思す今、えー、この宜野湾の丘の上からね、えー、海が見えております茶炭、えー、観光地ですね、えー、茶炭の海が見えておりますけどこういうの何て言うの紺碧っていうの、あのー、紺色ですねはいで空が、えー、薄いブルー何でしょうねこの、あのー、薄いブルー セルリアンブルーっていうなんかあの色がありましたけどちょっと白みがかったあのブルーですねそして雲がねえーまあ入道雲は今日は見えておりませんがあの入道雲もね遠くの方に見えてあの普段ねで近くはちょっとうろこ雲のようなのが見えたりするんですけど今日はなんだろうえ横にふわふわっとしたようなあの。 綿雨っぽいようなのが横に並んでますねポツポツともう晴天とってもいい天気ですね、えー、はいそういうところです沖縄冬の方がなんかムシムシするんですよね冬なんかねちょっと動くとすぐ T シャツとかの胸にこう汗かいたりしてあの本土の方まあ、僕,僕こっちの方に住んでると内地って言いますけども内地の方 のあのなんか手が開け切れしそうとかああいう乾燥沖縄にはないんですよねはいだからあのちょっと動くとすぐ汗かいちゃったりしてあの冬でも乾燥しないですよね冬はあの柔道より下がることってめったあ去年下がったんですね今年か今年雪降ったんですよねえ観測史上初めてでしょ雪降らないですね沖縄ね、うん で冬は那覇でどんなに下がっても大体13度、4度ぐらいまでですよね。2月ぐらいとかはね風冷たいんですけど、今年10度切ったんですよね、こっちの方でね。その時雪が降ったってみぞれがね。だけど普段んはあの10度、13、4度がどんなに下がってもそれぐらいですかね、せいぜいねあの南部の方はねはいま天気の話、そんなですが。さあえー今日はね あのー、まあ自分依存症なんで、えー、薬物依存症アルコール依存症うんなかなか立ち直るの難しいそうですよ。うんあのー、で入院した時10年ぐらい前にあの沖縄にで入院無理やりさせられたみたいな感じでした時に、えー、医者から言われたのはその時あのアルコール病棟って,ってあのアルコール依存症の あの人が集まる病棟があって40人定員でねもう目一杯でしたね40人いて医者に言われたのが早めにここから回復する人はまあ酒をぶっちゃけ酒を飲まなくなる人はえ1人か2人ですって言われましたね <laughs> 40人いてですよだから回復率入院した時点で これから回復する人で5%だからね私は今飲んでませんからもう10年、うん、薬ももちろんやってませんからねいやあのー、よく言うんですけど、あのー、今大変なことになってる方芸能界とかでもいろいろでしょあと野球選手の方あんな感じでしたあの野球選手の方みたいなあの僕タトゥーは入れなかったけどもう子供に会えなくなってからもう本当に あの地獄の日々でしたねであ髪もね、あのー、30代の時はなんかあの金髪とか赤とかねしてましたね、まあ、これ今映像映ってる人見たけどこれそのせいですかねちょっと <laughs> 薄くなってますけども、あのー、いや真面目顔ですよね真面目顔なんですけど結構30代とか金髪とか,なんか紫色の頭とかねしてましたね、まあ、そんなんでよく仕事してたなと思うんだけどはい。 えー、もうなんか犯行の塊反抗心の塊もうなんかすぐ喧嘩するみたいなそんな人間でしたけどねそうなんですよルドルフさん金髪あリスさん久しぶり <laughs> いや、聞いてねリスちゃんはいえっ、ー、とさあそんなですが、まあ、今日はねあの依存症と進行っていうことでねちょっとねあのー、毎年ね 秋っぽくなってくるとあの精神的に調子が悪くなってくるんですよあの。こういうのは医学的にはどうなんですかねあのなんか精神医学の中ではちゃんとあの精神あの、正式な診断になってるかどうか知らないけどウィキペディアとか、ね、インターネットで調べていただくと分かるんですけどあの季節性の情動障害っていうのがあるんですよ。あのなんかね、日照量が下が下ってくると あのー、少し気分があの下がってくる季節性のうつとか言い方して、まあ、僕の場合は本当にうつまではいかないんだけどなんかね疎外感っていうんですかねなんかないがしろにされてないかとかあ,のあるいはちょっと嫌われてんじゃないかとかねそうそう秋口ねリスちゃんは春も夏もだよって <laughs> うーん。 教会来て教会、うん、イエス様は信じたらもう良くなるよ本当うん愛の塊ですからねあのー、だからねうーんそうルドルフさんはそういう感じかなルドルフさんはちょっとインテリっぽいもんなあ,、まじあのそう <laughs> なんかねちょっとね秋口入ってくるとね下がってくるんですけどこれでもね僕高校2年からなんですけどね えー、11月、12月ぐらいですかね、あの僕の田舎はあの市,市内にスキー場があるようなところだったんで、まあ、そんなに雪は降らないんだけど、まあ、あのちっちゃいスキー場があったんですよね、岡山の山の方うでね、そうだってちょうど高校二年の時にあに、のー、学校のグラウンドをランニングしてたら、なんかもう本当に寂しくなってきちゃってね。でちょうどその時あの流行ってた歌が 逸話まゆみさんの,あの「恋人よ」っていうこれあれですよね今の人も結構あのテレビとかで昔の歌やるから聞いたことありますよね「恋人よ」ちょっと歌ってみると「あの恋人よそばにいて私のララララ」ってやつなんかあの恋人に別れ話されて嘘だよと言ってくれっていうあのまあさしい歌があるんだけどこれがあの聞こえてきてですね もうこれは頭の中でこの歌がぐる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 、あのー、<laughs> 聞こえてきてですね、えー、もうここから始まったんですよ、あのうつの,あの冬になると具合が悪くなってくるっていうだから、これを、ね、酒飲んであげちゃうわけですよ酒飲んでドカーンとあげちゃうっていう、まあ、2人ぐらいからはこの薬を始めまして。まああ しばらくやってない時もありましたからね、まあ、20代後半ぐらいからかな、あの冬、今頃の季節はあの、まああの、知ってる人は知ってるけどね、もうやめてくださいね、大麻の季節なんですね、これぐらいね、だからもう、ちょうどそういう時期にあの酒とかね、あの薬物入ってきますんで、まあ、それであげてたんですけど、まあ、体はボロボロになりますよね、心もボロボロになりますよね。 まあそういうことがあったんでまあここ最近良くなってきてるんですよ素晴らしいですね酒薬が抜けたからですよ、うん、だけどちょっとね今週月曜日,曜日、うん、今週の日曜日ぐらいからですねちょっと出ましてね少しバランスが悪くなってますけどもさあ、えー、まず一曲聴いてください何かねそういうあのお酒飲みに なんかちょっとぴったりの歌かな、これ。これはでもアメリカ,メリカの歌ですね。えー、っと、はい。これはですね。えー、ノラ・ジョーンズとウィリ・ー・ネルソン。Baby It's Cold Outside。 はいこれでもリスちゃん聞こえ,聞こえてんのこれとってもいい歌ですよあもっと明るい歌にしようって「伊つだまよみさん」じゃなくて今かけてんのは違いますよこれ明るいよ歌は明るいけど歌詞はねあのなんか彼女に家から追い出された酔いどれの 彼女もう外寒いから中に入れてよっていうそういう歌みたいですよ。<laughs> うん。一切さ久しぶりでね元気ですか。もうあのあれですよ。イエス様ですよイエス様。 ほんとですよあルドルさん「リスラジ」聞いてますかあ,あこれ僕大好きなんですよノラ・ジョーンズってお父さんがあのラビッシュ・アンカールっていうあのねあの有名なシタル奏者ですけど。 え、リスちゃんも知ってんの？朝ドア開けると死体がゴローンって言った。本当。<laughs> あー、あのね。投資しちゃうってやつね。 そうあルザブさん知らないですかこのえー、すごいですよこの人ロ,ナロラ・ジョーンズまだ30ちょいぐらいの人ですかねもうジャズの世界ではすごい人ですよ、うん、ダビシャン・カールの娘さんだそうですようんいやすごい逆言いません プリスちゃんが聞くはあ、そんな感じねはいはいさあまもなく始まりますよいやぜひ聞いてみてくださいもう僕全部集めてますよあのツタヤであの借りて焼いてはい今スペシャルをお送りしております先ほどの曲は 「ノラ・ジョーンズウィリー・ネルソン」ベイビー「BabyIt'sColdOutside」これはあのー、多分酔っ払いの男の人が彼女から冬に真冬に外に追い出されちゃって「Baby」ってね「ねね彼女 <laughs> 外寒いから中入れてよ」っていうそういう歌 <laughs> もう昔の私みたいな。 感じじでですすかね、まあ、笑いい事じゃないですね本当今はあれですよ立ち直ってからはあの笑半分笑ってるんですけどテレビとかね笑えない話ばっかりでしょ本当あそこからねえー、と立ち直る立ち直れるよっていうことを今言ってるわけですから本当ね、えー、そういう話ですのでまああの誤解して さされた方はごめんなさいねそうでこの「ノラ・ジョーンズ」って僕はあの大好きなんですけどね、えー、女性シーンガーですねアメリカの、えー、30ちょいぐらいになったんですかもう10代の頃からすごい、あのー、ヒット曲連発あのお父さんがインドの、えー、シタールっていう楽器の奏者ラビシャンカールってもう昔の人はよくご存知のお父さんがラビシャンカールって方ですねでアメリカで育って 人ですねこの人のラジオのもうとってもいい歌が多くてもう大好きですねはいあこういうのもうなんか歌の天才ね何でしょうねこの人ねはい、えー、そういう曲でしたさあ依存症についてちょっと今日話そうと思って依存症と信仰あのー、僕はですね本当にあに、のー、沖縄に、えー、逃げてきたのが42ぐらいの時かな もうで逃げてきたのはいいけどあの助けてくれる人があの僕を身ぐるみはぐ人だったんですね要するに詐,欺師詐欺師に助けを求めてからこっちに来てあの来たんだけど身ぐるみ剥がれちゃってもうお金も何もなくなって沖縄から出られなくなっちゃったんですね。はい、それで,、うん、でその逃げてきた時の感じは、まあ、本当に名前何回も出して、ね、申し訳ないんでけどあの野球選手みたいな感じですよ。 うん、あ,れあの人がもっとひどくなった状態の頃ですね、もう本当に警察捕まったり、精神病院、何回も入れられて、海外でね、精神病院入れられたことあるんですよ、僕2度、インドとあのタイで、タイのバンコクでもう、本当に、もう獣ですね、で、あれですよ、あの暴れたりしたときはあの筋肉注射って言ってね、あのあの麻酔銃みたいなもんですよ、打、まあ、たれるわけじゃないけど。 シュッと打たれるわけですね。注射であのそうするともう。10秒ほどであの意識がなくなっちゃうんですよ。あの麻酔銃打たれる？あの動物がテレビとかで昔野生の王国とかで見たことないですか？古いね。あの今はあんまりああいうのやらないのかね。昔、あの麻酔銃で打たれる動物とかっていうのがテレビでやってたんだけど、あんな感じになってました。2回2。3回打たれましたね。麻酔麻酔あの麻酔ね。 もう大,変だった大変でしたよ、インドなんか、ねあの、沖縄よりももっと南の海の方で、ね、あのヤシの木がいっぱい生えてるようなジャングル、あの知らないあの白人の旅行者がね、お前、精神病院入れてやるってバイクで追いかけてきたんですよね、僕、バイクで逃げてね、ジャングルの中。バイクであの、あれですよ、デッドヒートですよ、逃げたけど。 逃げ切ったんだけどあのゲストハウスに舞い戻ったところにところでゲストハウスのオーナーに捕まって精神病院に入れられましたけどねもう本当大変だったですよいやいやだからね、うん、タ,イタ,イでタイのバンコクで錯乱した時はもう警官隊に。 取りままれれれれて10日ぐららい入れられたんですかねこの時にあのもうしょうがないから大使館呼んでくれって言ってジャパンエンバシーとかって言って大使館の人呼んでもらって出してもらったんですけどでも大使館の人に言ったもんだから親にバレちゃってですねこの時いくつぐらいの時だったかなえー、っと4あこの時もう40歳ぐらいかな 今52ですからねそんな昔じゃないですよ10年ちょっと前ですからだからねまあこんなことを本当にまあしんちゃんケンちゃんもすごいこと喋ってるよねだから <laughs> そう軽簡単に取り組む。でも優しいよあこの人はあ薬中なんだなってわかるから意外にあのもう病院で行ったらいいんだよっていう感じでもうすごいああもうすごかったねあの病院はなんか <laughs> 10日ぐらい入りましたけどねうん 日本でも4回か沖縄で4回目ねほいでようやく沖縄でね10年前、えー、10年ぐらい前ですね、うん、あの依存症って診断されてまあそれまで隠してますからね薬物やってからこれ警察に言われちゃうんじゃないかと思ってあの大丈夫ですよ病院の人はあの守秘義務がありますからあの警察に言ったりしませんからねあの今本当に薬物依存症で苦しんでる方はあの病院行ってくださいそうだからね えー、そうあルドルさん、しんちゃんけんちゃんそういう、まあ、なんですか薬物の雰囲気があるけどあ宮城さん、そんなふうに見えないあ僕は本当、ね、の空港とかもう旅行好きだったんで海外行って薬やるじゃないですか,か空港で呼び止められたことがないんですよね、僕あまあ、持ち込みしたことないんですけど、まあ、もちろんそうだから。あのそ、ねえー 変な風には見えない,んですかいやつ、やつ真面目顔なんで内面が壊れてるんですよね。内面が壊れてたんですね。で、僕は全然自分がやってること悪いと思ってなかったですよ。僕出版の仕事してたでしょ。だからあの世の中をこう僕が正してやるんだっていうあの一発の正義感でしたからね。なんかこう。 いや本当、自分は正しいと思ってもう薬物、この世の中にばらまいてから、みんな目覚ましたらいいんだみたいなふうに思ってましたから、まあね、うん、まあ本当、だから、沖縄に本当にね、段階を追ってですね、まず沖縄に逃げてきて、沖縄から出られなくなって、でもう本当に、まあ、観念したっていうんですかね、でもう正直に助けてもらわないと、もう、のたれ死にできなかったんですよね、かっつけてるわけですよ。 まあまあ、これは文学青年でしたからね <laughs> 文学青年って言い方しないの今あの本好きあの映画好きそういうあれでなんか要するに野たれ死にすることにあのこうロマンを感じてる人間だったので、まあ、そんな小説とか映画あるじゃないですかなんかのたれ死にしたっていいんだみたいなね自分の生き方の中でだから、えー、それであのはいこっちで逃げら帰れなくなってね でまあ助けてもらうしかないので、そしたら僕は教会の施設に連れて行かれたということですね。そして神様に出会ったとっいうことなので、はい。まあ、それと一緒にね、今日ちょっと自助グループの話っていうのをね、しようと思います。事情グループ。えー、自分で助けると書いて、自助グループ。これ、ご存知の方もいますと思いますが、えー、アルコール依存症の 自グループとか薬物依存症の自助グループギャンブル依存症の自助グループっていうような感じでねえ要はあのお医者さんとかがいなくてえみんな依存症の患者同士えそういう依存症者同士が,が集まってあの会議があるんですねえどこかでやってます。日日本中毎日 インターネットとかで調べてみてみください、えー、アルコールだと日本には 2, 2種類の、えー、事情グループがありますね。一つは AA、アルファベットの ABC の AA ですね。アルコーリクスアノニマス。無名のアルコール依存症者たちというような、えー、名前なんですが、AA、略して AA ですね。えー、これともう一つは男子会、酒を断つと書いて、男子会。 はいえー、がありますのでこの2つがアルコールありますね薬物だと NA っていうのがありますねナルコティクスは乗りますだこの回に行くと、まあまあまあ、グループがあってその沖縄だとどれぐらいあるんですかねアルコール AA だと 10, 10個ぐらいグループがあるんですかねなんとかグループなんとかグループで毎日 やってます東京なんかはもうすっごい数あると思いますよ、こ東京とか大阪、はいで。そこに行くと、あのよだいたい夜です、夜やってて、まあ大、大都市は昼間も朝もやってるところがあると思いますが、沖縄なんかだと夜やってるんですよね。えー、そこに行くと、それで回復するっていうのが、ね、あってね、はいまあ、ちょっと話が長くなりましたが。 はい、そのちょっと事情グループの話をね、えー、したいと思いますがさあもう一曲聴いてくださいあらちょっとごめん、えー、入れ忘れたえっ、ー、とねあれ,のあれの曲ですね、えー、ボブ・マリーありますかボブ・マリーの曲でえー ワンうんとこれでいいのかなえボンマリー入ってましたね、えー、ボンマリーでワンラブ来てくださいはいあ初めて大塚健二さんっていう方から自助グループそこにはいつも人がいるってことですかねってはいそうですあちょっと待ってください追加す 山崎さん。ツイキャス。更新できますよ。あ。これ入れてくれたのかな。はい。あ。あ、そうですね。ツイキャスがね。三十分で切れるんで、知ってるんだけど、なかなか。 ありがとうございますはいツイキャス更新しましたなかなかねごめんなさいあのよく理解できてませんでもいつも聞いてくれてありがとうねうはい戻りましたすいませんありがとうございます それでね、あのあれなんですよ、その事情グループ、僕が言ってる AA とか、ね、NA って、アメリカでできたあの事業グループなんですけどね、これがなんとあの、依存症を克服するプログラムがね、進行なんですよ、進行のプログラム。なんでね、ぜひね、ちょっとその話をしたいと思うので、はい、そう、あの不思議なことだなと思ってね、自分はそれで立ち直りました。 イアンド自助グループの進行で進行のプログラムで、うん、はいコマーシャル入りましたヒ 1, 1分ぐらいで始まりますそうそうツイキャス中にねどういうふうに話したらいいのか僕にはよく分かんなくてすいませんね、うん、しんちゃんんんちちゃゃととかかけ 多分すごく上手なんだろうねうね、ん、今度見てみようあそう今沖縄ダルクさんのコマーシャルアイはダルクは依存所の施設ですねこれは入寮施設ですから全国で80カ所ぐらいねあるんでうん。 はい、イワスペシャルをお,送りしておりますえー、っとですねあのー、先ほどから依存症のね、えー、自助グループっていうのがあってそれをの紹介をしたいなと思ってですね、あのー、言ってるんですけどもえー、っとまあ男子アルコールだと男子会って日本にありまして、ね、これ日本だけなんですよであのー、あれなんですねえー、AA は これ日本だけじゃなくて世界中にあるんですよね多分世界170カ国とかそうぐらいにどこでももうほとんどどこの国でもあるってことですねで大、えー、8ちょうど80年81年前ですね1935年1935年ってまだ、えー、日本だと,なんーんとどれぐらいなんですか昭和10年とかそれでぐらいですかぐらいに81年前にできたんですね で結局病院とか薬とかそういうので治らない治らない病気なんですよこれ未だにそうなんですねあのその薬で治すとかお医者さんが治すっていうことができない病気なんですよ依存症ってなのであの一時的に入院してねあの、まあ、その例えばアルコールとか薬物解毒したり、えー、することはできても最終的に薬物を断つとかっていうことは あのお医者さんととか薬ででできないっていうことでそれで自助グループっていうのができたんですよ。できっかけはあの依存症のアルコールの、まあ、いわゆるアル中の人ですねの,、まああのえー、ビルとウィ、えー、ボブと、えー、ビルとボブですか、えー、この2人のね、えー、ア,ルコールのアルコール依存症の人があの本当になんとかならないかって言って2人集まって話て。 をして自分の経験とか体験とかこの依存症の苦しさを話してるうちにあのなんか飲まなくなっていったっていうことですね。だから依存症者同士が集まってまあ良くなりたいっていうことで話をしたりするとあの何なんだかわからないけど酒が止まっ飲まなくなっていくっていうそういうことが発見されたっていうことですね80年ちょっと前にね。それで最初に 1935年にアメリカで、えー AA、アルコールックサさニマますっていうのができたんですねだこ,これはねもうとっても画期的で今世界で170カ国とかそうであっておそらく会員はどれくらいいるんでしょうね数百万人いるんじゃないですかアルコールで薬物のは NA っていうのがこれが、えー、AA から遅れて10年から 20年ぐらい遅れて、まあ、薬物依存症もいるんでちょっとまあね同じ依存症とはいえアルコールと薬物やっぱりちょっとあのタイプが違ったりするっていうことで薬物だけの人薬物だけっていうかねあのその回も NA っていうのもできるんですねこれがまあ最終的に出たのは1950年代ですかねえー、そうで同じプログラムを使ってるんですよでこのプログラムがねとても優れたプログラムで あの場合によっては20世紀最大の発見発明と言われたりする言い方もするんですよ12のステップって言われてて12以降アルコールあるいは薬物から解放されていくためのプログラムなんですけどちょっとあの読んでみましょうね、まあ、あのいすぐには分からあの難しいかと思いますが信仰、まあ、なんですよで、えー、12のステップってのがありまして1私たちは アルルコールに対して無力であり無力って言い方ねあの飲むことをやめることができないってことですね私たちはアルコールに対して無力であり思い通りに生きていけ,いけなくなったことを認めたこれが12番目自分を超えた大きな力が自分を超えた大きな力が私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった3 私たちの意思と生き方を自分なりに理解した神神様ですね自分なりに理解した神の配慮に委ねる決心をしたなんかこれすごいでしょうこのもう信仰なんですよね一最初は要するにアルコールを飲むことをやめることができないってで自分の人生どうにもできませんってもうめちゃくちゃですって認める 1>, 1、2番目、自分を超えた大きな力。まあ、これ、神様ですね。神様が私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった。3、私たちの意志と生き方を自分なりに理解した神の配慮に、神様の考えに全部自分の人生を委ねることにした。っていう、このステップ、この1番,1番目、2番目、3番目がすごいんですけど、まあ、その後ですね、今度は自分の過去の、こう、 まあお酒にまつわる失敗とかなんとかをこう全部洗い出してまあ紙に書いてそれでえ神様と自分とそしてもう一人の人ってまあこう自分の何ですかね今メンターって言い方しいますけどこうえ指導者ですねあの同じ依存症の先輩格の,その指導者みたいな一人選んでその人に自分の過去を全部あの話してまたその。 自分の問題が何が問題なのかっていうのをこうプログラムに沿ってですね、えー、明らかにしていくっていうでそれをあの明らかにしたらその欠点を神様に取り除いてくださいっていうことをあのやるっていくんですねで今度は自分が傷つけた人まあ自分だったらもうあの奥さんと別れた奥さんとかね娘とかまあ自分の親とか親兄弟とかそういう迷惑をかけた人友達とかねそういう人たちに直接 まあ、埋め合わせって言い方しますけども、まあ、誤って自分本当に間違ってましたっていうことをやっていくっていうそういうで毎日自分の間違いをこうあの洗い出してその間違いを神様取り除いてくださいっていうふうな作業をするそして最後は11番目ぐらいからですけどねこんなステップですよ、えー、祈りと黙想を通して黙想、えー、っていうのはあの、まあ、黙って勘 自分が考考ええるるいうか神様の前で考えるということですよね祈りと目想を通して自分なりに理解した神との意識的な触れ合いを深め神の意思を知ることとそれを実践する力だけを求めたちょっと難しいですが12これらのステップを経た結果私たちは霊的に目覚めこのメッセージをアルコホリックアルコール依存症者に伝えてそして私たちの全てのことにこの原理を実行しようと努力した。 ね、こう信仰によって依存症そして自分のこう過去を、えー、変えていくっていう,うそういうね、えーうん、だから信仰なんですよだからみんなね最初ね大変ですよ日本でねこれの会に参加すると神様信じなさいっていところから始ますよただあの神様は自分なりの神様でいいっていうことなんで。 まあ、絶対これでなきゃダメっていうそれだと宗教になっちゃうからあの一つの神様じゃなくても自分でも自分の神様でもいいからああ AI さんセブンさんちんぷんかんぷんごめんなさいね難しいよねだけど要はなんか神様に、あのー、頼るとえー、こうやめられていくまああのー、そうですよ うんだからね1人でまず何とかできないっていことですよねアルコールでもねうんたしなうことができればいいんだけどどう超えちゃうわけですねコントロール障害って言い方しますけど要は,要はあの自分であのコントロールできないんですよねだからとことん飲んじゃうとかね明日大事なあの仕事のがあるのにかかわらずそういう時に限って あの前,前の日にめちゃくちゃ飲んじゃってもうベロベロになったままその仕事に行っちゃうとか、まあ、プレッシャーに弱いっていうかねあなんかもうとにかく自分の人生を台無しにしちゃうんですよねうんだからそういうあれなんでだ,、まあ、だからこの自助グループに行くっていうのがとても大事ですねもちろん教会で教会来てくださいただ教会はねあのうちみたいな教会であの入寮できる教会はいいんですよあの全部。 面倒見てねだからそうじゃないときはこのコマーシャルの人、えーあ、コマーシャルで入ってます、ダルクさん、これ依存症の回復施設ですけど、こういうところに入寮して、これであの夜とかはこの自助グループに行くわけですよ。えー、薬物だったら、えー、NA、えー、そしてアルコールだったら AA、まああのー。普通の一般には男子会っていうのもありますからね。男子会はあの進行のプログラムではないので、ちょっと違いますが。 ですから、人とあの関わりながらやめていくそして、やめるための,この内面的なあの方法とそしてまあ実際に飲まないようにしたらどういうふうにしたら飲まないでいけるかあの飲み屋に近づかないようにするとかね、いろんなそのテ,テクニックもあるわけですよね。だから やっぱり飲酒によって人生そのものが全部影響されてしまう薬物で全部影響されてしまうので飲んでる時だけが問題なんじゃなくてシラフの時ももう完全に影響されてますからねうんだぜひね、まあ、日本ではようやくそういう活動が知られてきてるっていうことですかねアメリカではねさっきもアンルドルルさんアメリカのミステリーではそういう会に参加してる探偵とか出てきますあそうなんですかまあとか、A、映画で AA とか NA って言ったら通じてますよね あのそのそまま日本はようやくちょっと知られ始めてるかなってダル,クなん、ね、ダルクさんなんかもあの知ってる人が増えてきてますけどだからあのー、そうなったとしてもね薬物依存症で、まあ、テレビなんかはねもうこれで終わったみたいなことやるからねあれだけど立ち直るることできるんできんすようんあのー、バカ殿に出てたあのー、なんとかさん T さん今あのー。 ダルクさんのスタッフされててこの間あの見ましたけど沖縄来られてましたよね立ち直ってますよだからね立ち直れるんですよ失敗してもねだから本当にそういう会に参加するそして神様でこれ神様出てきますからもともとこれはアメリカでできてその聖書が元になったこれあの12ステップですから、うん、あのみんなその聖書を元にしたプログラムによってあの依存症の人は立ち直ることが多い。 刑務所でで治らないですよルドフさん、ね、本当にそうです。あの、罰を与えても病気ですから、病気に罰を与えてね、治るんだったら治りますよ。だけど、これは病気ですから治療が必要なわけですよ。だからそういう観点を早く持ち込まないと、日本はようやくそういう観点がやや出,て出始めてますがね。さあ、えっ、ー、とさ、さもう一曲聴いてください。これは、えー、ヒルソング。 The power of your love。はい、大塚さん、薬、お酒も人が作った発見したこと、時勢が効かない、永眠される方生きていると、進行がどうかわかりません。人すね、ああ、そうね、あのー、依存症になっちゃうと。 人と関わってても人間同士にも依存しますからねあの健康なな人間関係を結べないですよ、ねうん、だからやっぱり健全になっていく健康になっていくっていうことが必要なのでうん。 まあ自分も今はもう本当にびっくりしますよねなんか本当に飲まなくなったらこんなふうになるのかなっていうぐらい人間も変わってきますしね、うん、アメリカはあのよっぽどの重罪犯以外はあの薬,物薬物とかで捕まったりなんか、まあ、例えば窃盗とかそういうので捕まっても 今は刑務所に行かずにあの回復施設にい入れてあのこういうこのプログラム、まあ、12ステップを使うことがほとんどだと思いますがあのそれで、えー、病気からの回復を目指すっていうことですね、うん、ある意味刑務所よりきつかったりするんじゃないですかね。だけどそれであの酒とか薬が たら人生そのものもが変わりますから、ねうんまあ日本とアメリカはちょっと事情が違うと思うんで日本はもう水際で防ぐっていうこともとっても大事あのつまり、えー、やる前にやらないようにってダメ絶対みたいなねああいうのも大事だと思うんですけど。たただだやった人がねあれだと もう人生終わっだからダメダメになってもあのー、ダメになってもっていうかその薬物やってや依存症になっても解決はあるっていうかねあの人生なんとかなるっていうことはあの分かってた方がいいような気がするんですかねそうだけど本当にこのプログラムの面白いところはその神が出てくるんですよ。人間を超えた存在、うん それを！感じることによって、そ,そこからあのそのその身分を超えたか。まあ、神様に助けを求めて自分を変えてもらうっていう。僕はあのイエスキリストと、そしてその聖書が元になった。この12のステップでイエスキリストの名前は外してありますけど、自分の神様でいいですよ。っていう。まあ、あの依存症の回復のための便宜便宜的に。 あの一つの神様にしなくなったってことですけどもこのプログラムによって自分は本当に助けられましたね、うん、だからこれはあの依存症のあらゆることに適応できるんで,でまた家族の人にも適応できるあのプログラムなんですよだから是非ね苦しんでる人知ってほしいなと思いますのではい さあ、もういつもギリギリになっておりますがもうあと6分7分ほどでえー、あごめんなさい7分ほどで終わりますがはい今スペシャルをお送りしております先ほどの曲は えー、ヒルソムで「ザ・パワー・オブ・ユア・ラブ」ですね。神様の力神様の力でね人生が変わるんですよ。ねえ本当にねはいもうねちょっとねあの性格が真面目なんで真面目な放送になっておりますけどまあでもやっぱりね深刻な問題でね僕は本当に自分人によってタイプ違うと思いますけどね あの自分はあの自分は正しいと思ってて、仕事もね、あのマスコミの仕事をやって、まあのまあ、雑誌とかつくあの、編集者、雑誌作ったり、またあの書いたりしてたわけですね、本気でだって薬悪くないから、ほら、みんな薬、あの違法薬物、隠してんのはこんないいもの隠しやがってみたいなふうに思ってましたからね、みんなこれやったら目覚めて、もっと頭が良くなるんだよ。 ねみんな騙されてるよみたいな本気で「いややばい人ですよねねたまにイスラム国とか行って行っちゃう頭のいい人ねなんかい,いい大学行ってんのになんかイスラム国に参加しちゃったとかってそういうような人いるでしょあれに近いですよ僕なんか、うん、もう本当僕だって警察の人に脅されたことありますもんもういい加減にしとけよ」みたいなねうんあのいや反社会的だからね うん、だからあの思うんですけどそれでやっぱりそういう僕なんかこう文章を書いたり本出したりしてるでしょだから自分がやったことでめ知らないところであの人に迷惑かけてるわけですねで薬物なんかや,やったらいいんだよみたいなことを書いて、まあ、あの編集したりして本出してるわけですからそれ読んでねやっぱり勘違いしてる人いて本当警察捕まったり中にはねあのそれが もとまあ、薬が原因で死んじゃったとかねそういう人も、うん、いるんだと思うんでもう取り返しつかないんですよねだから、まあ、自分が立ち直ったことはとてもいいことなんですけどねだからあのやっぱりそのさっきのステップの中にも埋め合わせ、まあ、償いですよ、まあ、だから償いもしなければいけないというかねうん、まあ、償い人生をやってるわけではないですが。 あの自分の失敗からやっぱりあのこういうふうになっちゃいますよっていうこともねやっぱり言わないといけないですね薬物はほんともうやらない方がいいですやるとねやっぱ癖になっちゃうから、うん、僕初めて薬やってから67年ね海外でやったもんで日本でやらなかったんですよでもねもうあの忘れられないわけですよ心の中にすり込まれちゃってね だからやりたくてやりりたたくくててそういう風にやってるとどっかで引き寄せちゃうんでねうんだからやらないのが一番ですで今でもやっててねうまくやってるよなんて人いると思うんですけど僕もねあの10年10年ぐらいはうまくやってるよっていう感じだったし結局20年やってますからね最後の最後までだってホームレスになってもう幻覚幻聴めちゃくちゃになって投資著書 打つみたいなのが出てあのー、本当にホームレスになるまであのだから怖いですよね大麻、うん、なんてね平和の象徴だなんて言う人いるけどもとんでもないですよ、うん、僕20年かかりましたけどあのずっといいもんだと思ってたからあよくないですよ本当 だん,だん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 人間ダメにしますよ。すぐダメになる人もいるけど、まあ、すぐダメになる方,方はいい方かななんて思ったりしますが。さあ、まもなく、えー、あと2分ほどで終わりますが、いつもギリギリでね、はい、今日はなんかツイキャスでいろんな人を聞いてくださいましたが、ありがとうございます。まあ、あの、あんまり上手じゃないんで、えー、放送の仕方が申し訳ないですが、まあ本当ね、 うん、まあこういう放送だからねあのいろいろぶっちゃけで話できるんで、まあ、神様の話もぶっちゃけできますし、えー、薬物の話なんかもぶっちゃけできますけどあの本当気をつけてください特にね今、まあ、僕なんかあのそのマスコミとかだって結構ねもの物作るとかなんとかっていうの多いんですよクリエイティブ音楽とかね。うん だから、あのー、本当に大麻、うん、とかね、どんどんね、あのー、解放されあの、法律で許容されてる国も多いですね、ヨーロッパとかアメリカとか。あれはまあ、ノリジのだりじぬ権利というかね、だめになる権利もあるじゃないかみたいなことで、まあ、しょうがなく認めざるを得なくなってるだけのことで、いいことないですよ、うん、いいことないです。 いいいものを隠してるわけじゃないです、うん、まあ一瞬気持ちよくなったりするからねとか,なんか一瞬なんかこう傷が癒えたような麻痺したような気がするだけでだんだん悪くなりますから、うん、考え方もおかしくなりますしね、うん、いいものではないです。平和の道具っていうのはち違いますよ。あれ ラットとかの実験だと本当に自分の子供を噛み殺したりするそうですよ禁断症状の中でねあの本当気をつけてくださいさあ神様知ってください明日日曜日です、えー、教会行ってくださいね皆さんの中に平和神の平和がありますようにゴッドブレスユー USB つけたままでしたね。リスちゃん、えー、オカニナはやりません。やろうかな。はい。セブンさん、えー、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。また聞いてくださいねー。よいしょ。ありがとうございました。お疲,お疲れ様でした。